皆さんこんにちは。ダンサーの大角健也さんと別れた後に再婚の噂があり、とても話題になった小柳ルミ子さん。その再婚の噂があったお相手とは、今世間を騒がせている市川猿之助さんが、愛してる、財産を渡す、などと書いた遺書を宛てたとされる知人俳優の M でした。この知人俳優の M は、猿之助さんのマネージャーをされていた石橋正隆さんでした。小柳ルミ子さんと石橋正隆さんは、2007年に27歳年下の恋人、さらに婚約していて結婚間近、と報じられ世間をかなり騒がせました。交際していたことは事実だったようですが、結婚話は少々飛躍的すぎたようです。さらに報道された時にはすでに別れていたとか、この交際に関しては石橋さんの方がかなり本気になってしまったようです。一生ついていきたいという石橋さんに対して、小柳さんは疲れたと語っていたそう。二人は2006年に三越劇場での舞台で共演したことがきっかけで交際がスタート。舞台稽古中もイチャついていたので、石橋さんは事務所をクビになったとも言われています。実はこの頃小柳さんはモテ期に入っていたそうで、他にもアプローチされている俳優がいたそうです。その方とは22歳年下の俳優中原優也さん。ここまで年下から思いを寄せられるということは、包容力がある、頼りがいがあるという証拠なのでしょう。中原さんとは交際まで発展することはなかったようです。石橋正隆さんと破局後、小柳ルミ子さんは2008年頃から冠婚葬祭会社の社長と交際開始。今度の相手は4歳年上ということで、頼れる男性を求めたのかもしれません。俳優の梅宮達夫さんにで、海外旅行に行ったり、男性所有のマンションで同居したりしていたそうです。しかし結婚には至らず別れました。理由は相手の男性が妻帯者だったから。小柳さんは2023年現在彼氏の存在はないようです。その代わりのめり込んでいるのがサッカーなのだとか。小柳ルミ子さんは魅力的な女性なので、多くの男性から恋心を寄せられてきたようです。デビューして間もない頃には五木ひろしさんと付き合っていたといいます。結婚するなら芸能界を引退してほしいと言われていたようですが、当時小柳さんも売れっ子だったので事務所が許すはずはありません。泣く泣く二人は別れることになったそうです。その後もディレクターなど芸能関係者との交際が明るみに出ましたが、結婚するまでには至りませんでした。中には不倫の関係になってしまったケースもあったようです。このように辛い思いをしたからこそ、大角健也さんと一緒にいた頃は幸せオーラが溢れていたのかもしれません。また小柳ルミ子さんの子供は小柳ゆきさんではないかとも世間で言われていますが、名字が同じだけで全く関係ないようです。また小柳ルミ子さんは過去に自殺未遂を考えたことがあると話します。時は遡り1989年、バックダンサーを務めていた大角健也さんと電撃結婚した小柳ルミ子さん。年齢差は13歳ということもあり、当時かなり話題になりました。1989年4月、東京プリンスホテルにて総費用が3億円と言われた盛大な結婚式で、熱々のダンスを披露し、見ている方が恥ずかしくなるくらいだったといいます。末永く幸せな生活を送っていくと思われていましたが、突然別々の道を歩むこととなります。盛大な結婚式から11年後の2000年に、大角健也さんと小柳ルミ子さんは離婚してしまいます。大角健也さんは子供が欲しかったようですが、二人の間に子宝は恵まれませんでした。小柳ルミ子さんは仕事を優先したくて欲しがらなかったとのこと。小柳ルミ子さんが産むことを選択しなかった理由は、結婚した当時は大角健也さんはまだ無名のダンサーだったので、きっと私が働かないと生活できないと考えたのでしょう。一方大角健也さんは自分を頼って子供を産んでほしいと願っていたのかもしれませんね。こうした二人の意見の相違から離婚という形になったのでしょう。しかし後に本当の離婚理由が発覚しますが、実際の離婚理由は大角健也さんの浮気だったと小柳ルミ子さん自身が話されていました。大角健也さんは8年目の結婚記念日に
小柳ルミ子さんに浮気をしたと伝え、家を飛び出したといいます。小柳ルミ子さんは誰とどこに住んでいるのかを交信書に依頼し、あの手この手で突き止めようとしますが、大角健也さんも警戒して交信書を巻いての日々だったとのこと。2000年に離婚が決まり、小柳ルミ子さんは人間不信で夜も寝られず、神経はボロボロだったと当時を振り返っています。そして小柳ルミ子さんは大角健也さんの浮気を突き止めると、慰謝料として1億円支払うこと、無名のダンサーに戻ること、この2つのどちらかを選べと言ったそうです。浮気での離婚の相場は100万円から300万円などと言われていますが、浮気した側の収入や子供の有無や婚姻期間などで変動します。芸能人の場合では子供なし、婚姻期間も1年と比較的短いので、ざっと見積もっても500万から1000万くらいが相場ではないでしょうか。1億円の慰謝料は大角健也さんにとって相当な金額だったはずですが、1億円の慰謝料を6年で完済したとのこと。大角健也さんは2000年の離婚なので、もしこれがバブルの時代だったら1億円じゃ済まなかったかもしれませんね。しかし1億円の慰謝料を請求したことから、被害者にもかかわらず逆に批判的な報道にさらされてしまった小柳さん、道を歩くだけでも人目が怖くなるほどの精神状態になり、当時住んでいた一軒家に螺旋階段があって、階段の上からロープを下げて、ここで首吊りすれば楽に死ねるかなとか、地方に行くとホテルの窓から飛び降りれば楽かなとかと、常に自殺願望にとらわれていたといいます。しかしそんな小柳さんを救ったのが、なんと歌手の松田聖子さん。ルミ子さん、私たちスキャンダルの女王ね、と声をかけ、姉妹のように交流する小柳さんを力づけたそうです。今でも小柳さんの笑顔が見られるのは松田聖子さんのおかげなのかもしれませんね。そんな小柳ルミ子さんは現在激痩せしすぎて心配といった声が上がっています。小柳ルミ子さんは2018年8月27日に15年一緒に過ごした愛犬のルルちゃんをガンで亡くし、ルルちゃんに救ったガンに対し、憎きガンめ、ゆるさんと怒りをあらわにしたり、もうすぐ命が尽きてしまう愛犬に対しての感情や失ってしまうことへの恐怖心など、かなり臨場感のある投稿を繰り返していました。ルルちゃんが亡くなり火葬も終わった後、重度のペットロス状態に陥ってしまった様子も記事にしています。悲しくて耐えられません。食欲もなく 38kg になってしまいました。どうやって生きていけばいいのかと、全く立ち直れていない様子でした。仕事もすべて断り、ルルちゃんの死後1ヶ月は全く仕事ができなかったようです。このことが原因で激痩せした時があったようです。ただ今は立ち直り、大好きなサッカー関連のお仕事をしていたりと、精力的に活動を再開しています。いかがだったでしょうか。今回は小柳ルミ子さんと元彼石橋正隆さんとの破局理由や、過去に自殺未遂から救ってくれた松田聖子さんの言葉、現在の活動についてご紹介しました。今年70歳になる小柳ルミ子さん、これからも元気に活躍する姿を見せていただきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。